はい今回は岸田の内閣支持率21%で過去最低を更新というニュースこちらについて考えていきます今回もよろしくお願いいたしますこのニュースですねかなり注目されているんですがまあいろいろちょっと疑問なところがあるんですねで僕あのリスナー様に何回もお話しさせていただいてますが岸田の支持率って多分ですね5%もないと思うんですよおそらくですね まあ、岸田の周りの、まあ、経団連、経済同友会、あるいはですね仲間が支持したとしても1、1%もないんじゃないかと思うんですよね。で、ネットの、まあ、調査で前あったんですよ、岸田の支持率、ネットではですね大体1%未満って、まあ、ただ、リアルな話になると、ほ、まあ、他の方もいらっしゃいますし、まあそのまあ、ネットっていうことになるとね。 ああまり高齢者の方があ見ないっていいとう、そうそったこともあるのかもしれないだから実際は、まあ、5%ぐらいかなと思うんですが21%の支持率があるということは5人に1人が岸田を支持しているということになるわけですよ。非常に違和感があるなと思うんで、まあ、このニュースを、まあ、いろんな角度からでこのニュースっていうのは注目されてるんで、えーまあ、いろんな方はですね、まあ、一般人の方も有名人の方もご意見されてるんで まあその気になるご意見を見をていいいきたいと思まますす、ま、ずですね1人目ですね、まあ、有名な和、まあ、泉さんというね、明石の元市長の方、泉さんがおっしゃってるご意見がありまして、こちら、とても注目されてるんですねい。泉房穂さんは何をおっしゃってるのかというと、このようにおっしゃってます。岸田の内閣支持率21%っていう、まあ、ニュースの見出しがあると、で岸田にですねいつまで首相を続けてほしいかということを聞いたら、 早くやめてほしいが55%、半分以上が、えーまあ、すぐやめてくれということを願っていると、で代わりに、えー、他のお、まあ、人間がいないという状況でまさに末期的だという、まあ、このようなことを泉さんがおっしゃっていて、まさにこの通りなんですね。 半分以上の人が岸田にすぐ辞めてもらいたいと思思っっててまますす僕もそう思ってますただ問題がありまして、岸田が辞めたところでですね、自民党政権が続いたら、やることは同じですので,で、自民党の中にですね、岸田の次になる人材が見当たらないんですよ。だからもう政権交代するしかない、自民、公明、維新ではダメだということですね。で、この泉さんのおっしゃってること、ごもっともだと思います。で、次はですね、一般人の方のご意見なんですが、この方のご意見っていうのも、 すすごく鋭いなと思うんですね岸田の内閣支持率21%で、まあ、過去をまあ最低を更新したとで、まあ、このニュースに出てくるんですが不支持率っていうのが10月に比べて6ポイント上昇して74%所得減税を評価しないが66%ということですね。1年間で 4万円の、ね、所得税減税をするしかも2024年の、まあえーまあ、6月ぐらいからってこと話にならないじゃないですか。で、この方のご意見はですね、えーまあ、ここがとても優秀だと思うんですが、 アベノミクスによる円安インフレの泥沼にはまって抜けられていないと。だから、日本の経済を良くするためには、アベノミクスをですねやめないといけないんですよ。日本経済を破壊した、ですね張本人である安倍あ、あるいは安倍と黒田、そのアベノミクスをですね岸田は継承してるわけですよ。岸田とね日銀の上田が。それをやめないといけないというまあことをおっしゃっています。ごもっともだと思います。で、この岸田が、ですねもう実は手がないんじゃないかとか、策がないんじゃないかとかっていうんですが、 あの当たり前の話なんですが、岸田がです、ね、支持率が上がる方法というのはあるんですよ。例えば、消費税を廃止するとかね、うんえー、例えば直近で言えば、まあ、絶対岸田はしないでしょうが、12月から消費税を廃止します、インボイス制度を廃止します、でまあ、マイナ保険証の件で、ね、いろいろ揉めていますから。 紙の保険証を今までどおり使えるようにします。あるいはですね、えー、まあガソリン価格の件ですね、えー、まあトリガー条項を発動しますっていう、まあ、そういったことを言えば、えー、岸田の支持率って一気に上がると思うんですよ。国民が望むことをするから、しかし岸田は絶対にそういうことをしないんですね。うん、だから、支持率なんて上がるわけないんですよ。で、何が問題なのかっていうと、あのまあ、岸田は分かってるのか分かってないのか知りませんけれども、あの日本国民がですね、 今年の冬を乗り切れないそういった今状況ですごく悩んでる国民が多いわけですよ厳しいわけじゃないですか生活がねでそんなことに関して岸田は全くまあ考えていないわけですね岸田は何を考えているのかっていうとなんとかかんとか自分が内閣総理大臣を継続すること内閣のねえまあ 椅子に、えーまあ、座り続続けけけるるるこここととと政権をしそんなことを考えてるわけですよ全く国民生活を考えていないそんな岸田が支持されるわけがないとでそんな中ですね少し前に岸田とその自分の周りの閣僚とか国会議員の給料を上げるということがまあねその法案を通したっていうことでそ国民から反感買うの当たり前じゃないですかそんな人間誰が支持するんだって話なわけですよねで、えー、まああのー、まあこれっていうのもいろいろあるんですが えまず岸田がでであるってことは思ううわけですよもう全く愚策ね、その増税メガネとか減税嘘メガネって言われるように、岸田のしてる愚策ってのはあるんですが、自民党っていうのは、この岸田を放置してるわけじゃないですか、まあ、自民党自体がもう、売国政党でダメですけど、だからあそう考えると、自民党にはまず岸田のね他に代わる人間もいなければ、自民党っていう政党自体がおかしいと、そのように考えられるわけですね。うん、であの まあ先ほどちょっとです、ねまあ、お伝えしたのとまあ同じ内容で、まあ、皆さんも思っていらっしゃると思いますが、まあ、この岸田の減税のデタらめですよね、今って日本国民の大体40%から50%が消費税減税あるいはです、ね、消費税廃止を求めている中、岸田が減税と言ったので、ね、国民としては消費税を減税するのかなと思うじゃないですか、そうしたらそうではなく所得税を減税する1年間で4万円、しかも2024年の6月から。 うん、大体1ヶ月3000円ぐらいじゃないですか。そんなことをしてえ、国民生活も良くならなければ、経済状況、日本経済も良くなるはずがないんですよ。そんなことをやってる人間がなんで支持されるのって、支持されるわけないじゃないですか。だから21%って言っても多すぎると、まあ、僕は思います。でえ、ここからですね、ちょっと短いんですが、まあ、ニュースを見ていこうと思います。岸田の、まあ、支持率が過去最低を更新したと 大手新聞2社が行った世論調査で、岸田の支持率が過去最低を更新したと、まあ、そのようなことが書かれています。毎日新聞が11月18日、19日に実施した世論調査では、ここですね、支持率が21%で、10月の調査から4ポイント下落し、岸田の内閣発足以来、過去最低を更新したと。 でえー、泉さんもおっしゃっていましたが、岸田にいつまで、えー、首相を続けてほしいか、早く辞めてほしいが55%で最も多いと、うん、半分以上の人が早く辞めてほしいと思う、その岸田がですね、内閣総理大臣にいる首相をしていること自体がおかしいわけですよ。で、まあ、この質問っていうのは、えーまあ、2023年の9月にも同じ質問があったんですが、まあ、51%で、まあ、今回55%なんで、4ポイントをまあ上がっていると。 それだけ、えーまあ、岸田を、まあ、支持する人が、まあえーあのねえー、減ってると、逆に支持しない人が増えているという、まあ、そういったことですね、うん。で、まだ続いていくんですが、読売新聞の11月17日から19日の世論調査で、えーまあ、支持率は内閣発足以来、過去最低の24%、前回10月の調査から10ポイントも下落したと。 でまあ、読売っていうのはです、ね、政権寄りの、まあまあ、マスコミですから、そこでもそうなんですね。で、2021年9月に当時の菅の退陣を表明したパーの31%にも及ばなかったとあります。で、岸田のです、ね、この経済対策ということで。 所得税減税、住民税減税っていうことに関しても、評価しないが66%、読み売るも61%っていうことでしたね。で、この評価しないのの理由が選挙対策に見えるからが44%で、ばれてるわけですよ。だから岸田が減税しますって言ったら、うん、消費税を減税するのかなと思ったら、消費税は減税しないで。所得税を減税する。で、それは選挙の前に、ね、減税という言葉を歌って、うん、所得税減税っていうね、全く国民生活に役に立たないもの。 そういうことを言ってるか、それっていうのは選挙のためだということを国民が44%、もう見抜いてるわけですよ。で、岸田がです、ね、支持されない理由っていうのは、この政務三役の不祥事、そういったのもある、で岸田の,その当然任命責任ということがあるんで、岸田に責任があるっていう答えた人が86%っていうことなんでですね、うんでえー、この自民党はですね。 あのまあ、政治のパーティー資金の、まあ、件を、えーまあ、報告していなかったとっいう、まあ、そのね、ご派閥に政治資金、えー、規正法違反の、まあ、疑惑があって、東京地検特捜部が動いてるということもあるんで、まあ、こういったこともあって、えーまあ、依然として危険水域にあって、さらに支持率が下がるかもしれないということが、まあ、書かれているニュースなんですね。 でえーまあ、僕も思ってますし、リスナー様も思っていらっしゃると思いますが、僕たち日本国民にとっては、一日も早く、まあ、岸田が退陣することが必要です。岸田が退陣しても自民党政権が続いては、えー、同じ方針を取りますから、自民党政権の交代も、えー、もう本当に急務であると思います。でよくです、ねえーまあ、皆さんも聞かれるでしょうし、僕もこちらの件を何回もお伝えさせていただいてますが、日本の失われた30年というのがあるんですね。あの 日本は30年間経済成長していない、で給与も上がっていない、この日本の失われた30年はなぜこのようなことになったのかというと、自民党の愚策が原因ですからね。 最後の宗主、まあ、国の支持というのもあるでしょうけれども、この自民党の愚策が原因で、えー、招いた結果が日本の失われた30年なんですね。だから、自民党に政権を渡していては、日本国民の生活がどん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 ん厳しくなるということを日本国民が理解して、ですね選挙で、えー、民意を示す必要があります。自民、公明、維新ではだめだと、まあ、そのようなあことを国民がきちんと投票に行くべきです。このような、ねえー、厳しい経済状況下になっても、 あの投票に行かない、選挙に行かないっていうのは本当におかしいとしか思えませんから、でまあ、人それぞれ考えはあるんでしょうけど、僕は例は、山本太郎さんにも決めてるんで、ほ、まあ、他の時にもお伝えさせていただきましたが、とにかく自民、公明、維新では、えー、ダメだということです、でこの特に自民党ですね、うん、あの岸田の支持率がな、ね、21%で過去最低、でえーまあ、岸田の代わりもいないと。 そういったことが注目されているニュースでして、今回こちらについてお伝えさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。